ザオーロープウェイは、山形県山形市ザオー温泉のザオ山陸駅とザオー地蔵山頂駅を結ぶ作動、及び、それを運営する鉄道会社の名称である。ザオー温泉スキー場と山頂線ザオ山陸駅、樹氷高原駅間は、山陸線、樹氷高原駅ザオー地蔵山頂駅間は、山頂線となっている。両線とも同期は、スキー客、樹氷観光客、 夏季は観光、登山客を対象としている。ザオ温泉スキー場は別路線で、ザオ中央ロープウェイも存在するため、ロープウェイとだけで故障すると混同する可能性があるので待ち合わせ等には注意が必要。新緑の山独線かつては山頂線への連絡として、観光客、スキー客の利用が多く、乗車整理券を取っても待ち時間が大幅に長かったが、 現在は山頂線のリニューアルにより、スキー客はリフト乗り継ぎにシフトしている。冬期間はほぼ毎日乗車整理券を発行している。待ち時間は整理券の指定時間より20から30分程度である。安全作動スキー客にはリフト経由で樹氷高原駅へ到達できるが、地蔵山頂駅へは山頂線しか交通機関がないため、山麓線同様。 乗車整理券を発行して、待ち時間が長かった。2003年12月に箱根ロープウェイで運用される。ふにているが、日本のスキー場で、初めて仮設、輸送量が大幅に増え、山頂までの所要時間が短縮された。年中を問わず乗車整理券は発行されない。三陸線とは異なり、待ち時間は10から15分程度と少なめである。 なお、2003年12月以前の運行方式は、三六線と同じ複線構造式ロープウェイである。日本ケーブルザ王地蔵山頂駅ロープウェイ駅内部。ありがとうございます。